ざっくり解説、怪奇大作戦、ゲスト出演者。つぶらやプロ、TBS 制作の傑作特撮 SF テレビドラマ。怪奇大作戦のゲスト出演者をざっくりと解説するコーナーです。今回は第3話、白い顔にて犯人である父親を慕う娘役を演じたこの方。怪奇大作戦ゲスト出演者、市川栄子さん。まずはプロフィールを。市川栄子は日本の女優、歌手。1946年8月15日生まれ、神奈川県鎌倉市出身。女優としては松竹に、歌手としては東芝音楽工業に所属していた。1961年ミス・ヘイボンを受賞。最初は女優で活躍されたようですが、映画テレビドラマへの出演は共にそれほど多くありません。特撮では1968年怪奇大作戦第3話白い顔にて、犯人である科学者水上浩一郎の娘水上純子役を演じてますが、この1作品のみ。その後歌手としての活動の方がメインだったのかもしれませんが、ディスコグラフィーも数曲です。1961年に発売された石原裕次郎と牧村純子のデュエット曲で有名な銀座の恋の物語、通称銀恋を。1971年浜田光夫とのデュエットでカバーしています。その他いろいろ調べましたが、市川栄子さんに関する情報が見つかりませんでした。どなたか情報をお持ちの方はお知らせください。以上、ざっくり解説、怪奇大作戦ゲスト出演者でした。次回もお楽しみに。